はい、どうもなぎです。それではなぎちゃん先生、しんさん、おみずさん、本日はよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回やっていく企画が原神あるなしクイズ、こちらをやっていきましょう。出たー、あるなしクイズ。はい、見たことあるやつ。企画の方簡単に説明させていただくと、とある特徴の共通点があるキャラとないキャラで4キャラずつ比較して公開していくので、それが何の特徴なのかを当てていただきます。まあ、極端な例で言うと、あるキャラが召使いベネット、ビルク、クータオで、ないキャラがパルザン、アヤト、ナヒーラ、ナナだったら、まあ、共通点がほのぼ幻想みたいな感じですね。まあ、何かしらの共通点があるので、そちらを探して当てていただきます。はい、 OK です。では1問目からやっていきましょう。アードイにはあってリオセスリにはないもの、レイラにはあってカンウにはないもの、ヘイゾーにはあってカズハにはないもの、ディルックにはあって召使いにはない、こちらの共通点は何でしょう。アーロイにあるという時点でなかなかやな。何もわかんない1ミリもわかんないあ、現状俺も1ミリもわからない共通点を探してください。1問目なんでね、そんなに難しいあれじゃないですよ。本当にもうむずそうだけどな。なんならないキャラにも共通点ありますから。え、逆にそういうこと言われるとちょっとダメ、わかんなくなるかもしれないまずないキャラにも同系統の共通点があります。同系統で、まあ、逆のもんというか、まあ、まあ、違うものが、まあ、違う共通点があるんですね。それではあと10秒でお願いします。え、ちょっと待って、何もわかんない。OK、 多分これがやば、頭固すぎるかも、何も出てこない。いや、わかんねえわ、ちょっと一旦これでいくわ。それでは回答の方お願いします。せーの。二の腕の露出、エネルギーが40族、名前にイが入ってる本当だ本当だ確かに全員イがあるわ。召使いがないキャラだったね。アルレキーノアルレキーノだったらね確かに確かに違うか、確かにワンチャンいけるマジか。それでは正解は、必要元素エネルギー40族、ナイターセットミドルです。あー、なるほどねあー、もうダメだ。いや、私もこれ全く知らないから一人一人全部見た。まあ、今回ね、キャラクター図鑑見るのは自由なので。なんだよ、二の腕の露出って。カウちゃん結構出てるぜ確かにビルク全然出てないしな本当だ、コート着てるし完全防備よ。まだ俺の意の方があったなね、本当にそれではお次の問題です。召使いにはあってコレイにはないもの、タルタリアにはあって楓原和葉にはないもの、勝利にはあって奈良にはないもの、勝にはあって超運にはないもの。わかんないよ俺。共通ある方のキャラも召使い、タルタリアと勝利と勝に分けたいな。ナヒーダもあるし、放浪者もありますね。これかもって思ったやつがないにいるわショーが入ってるからガチすぎる、やばいな放浪者にもある、あ、ナヒーダもあるって言われたらもうダメだわ。そう、違うかもになっちゃう。では残り10秒でお願いします。あー、わかんないや。これ無理かも。それでは回答の方お願いします。せーの。別の姿、メッシュ、髪のグラデ、いや絶対違うって分かってる私はカズハもメッシュあるからね、赤メッシュあるからね、確実に違うんだけど他に出てこなかった。そう、出てこなかったっすね。だってナヒーダとか言うから。いや、そう、ナヒーダが全てくらましてる。そうそうそう、ナヒーダもありますね。別の姿どうですかね。それでは正解は、シンさんギリ正解。おー、まあいいでしょう正解でいいでしょういいですか。いや、ちょっと違うんだけど。慈悲深いナギ様、ありがとうございます。正解は別の名称があるですね。あー、なるほどね。召使い、アルレッキーノ、勝利、オラクス、ショー、ゴホウヤシャ、アタルタリア、コシなどなど。なるほどね、別の名称があるが正しくは正解です。言われてみればそうだ。うわ、めっちゃいい問題ですねこれ確かに。ヒントで出そうとしてたのがカンウンでしたね。カンウンも別の名前があるので、それで言ったとしても俺は別の姿があるっていけるって言ってまあ一応ね、共通点合ってたんで。じゃあシンさん 0.5 点でいいですかね。ナギちゃんには満たなかった。まだまだ2問目なんで。それではお次の問題。ナディアにはあって九条サラにはない、メッシュ界にはあってキララにはない、カンウンにはあってアヒーダにはない、エウルアにあってアーロイにはないもの、あてなんでしょう。みんなお姉様キャラだね。確かにいいところに気がつきますね。うわー、いいなー、ある方のキャラ全員好きや好きそう。3問目っすよね。なんかもうそろそろわけわかんないことしてきそうだな。結構むずいです。いや、俺か、俺は分かった気がする。え、何、マジで、これマジだぞ、これ共通点だ。もうこれは 0.5 点とは言わせませんよ。え、そんな自信あんの、やば。こんな自信がある、そんな自信はないでやってほしいな。もう分かんない、これだこれだこれ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 
これは間違ってないぞって割と自信あるかもしんない。おお、よろしいですか。はい、はい、それでは皆さん回答の方お願いします。せーの、ヒール。ヒール、ヒール。もう全員ヒール。あのヒールを履いている。そう、うん、そうそうそう。正解はお見事、ヒールで。よーし、やったー。よく気づいたね。足元絶対見られないと思ったのに。マジかー。召使いがやっぱ特徴的だから、ヒール。うん、いやこれね、ヒールっぽくないキャラ探す方が大変だった。いや確かにナヒーダとか顕著でいいよね。ナヒーダとかキララは明確にヒールじゃないから。お姉さんキャラだけど露骨に下駄履いてるキャラがいたんで。なるほどね。なんかね、九条さら下駄なんでね、もしかしたらみたいな。いやお見事、これは本当にすごいわ。やったー。いや結構むずいと思ったんだけどね。いや確かに私も気づくまで結構時間かかった。俺も全員手黒いかなって思って。わかる。そしたらサラも手黒かったんですよね。いやお見事でございます。気づいたか。気づいちゃった。これ俺だけ間違えたらマジ終わってた。それではお次の問題いきたいと思います。召使いにはあってクレイにはないもの、カウにはあって勝利にはないもの、綾香にはあって八重美子にはないもの、アルハイゼンにはあってウェンティにはないもの、あてなんでしょう。アルハイゼンにある。アルハイゼンにありますね。美女に囲まれてるよ。召使いちょっとありすぎだな。さっきからめちゃくちゃ出てくる。まあせっかくの機会だからね、出したいんだろうね、なぎ的に。召使いにあるものから頑張って探しました。なるほどね。俺これめっちゃ分かったかも。嘘。あ、間違ってたらあれなんで、そしたらここカットしてください。入れてください編集者さん。これ入ります。まずいっす。さあそれでは、それでは、ちょっと待って、マジか。わかんないな。いや待って、クレイにもあるな。でももう一旦これでいくっきゃね。それでは皆さん回答の方お願いします。せーの、香り飾り。かわいい。一緒に住んでる人。それちょっと思ったけど同居人。どうだ。正解は全員違います。違うよな。アルファイゼンカーベ。ヒント、そうですね、あるキャラ、これ以上思い出せないです俺は。本当にこの子たちだけってこと？いや多分いるとは思うんだけど、明確に分かりやすいのはこの子たちかな。アルハイゼンちょっと分かりづらい。メスカイアヤカカンは分かりやすいですね。これはねちょっとむずいです。なんだ分かりやすい分かりづらいって。いやー分かりやすいですね。この時点でなんかしら見た目系な気がするけどね。俺もさっきからも見た目で探しちゃってるな。キャラス感とにらめっこしても分かんないですねこれは。じゃあ何見たらいいんだ。何かを見てください。何それ。何かを見てください。でも見れるものはあるんだ。想像してみてください。キャラス感見ても分かんないわ。もう分かんないな。いや見た目ではあります。あ、見た目ではあるんだ。なのに分かんないの。見ても分かんないです。これ大ヒントです。じゃあちょっと難しそうなので分かった人から早押しでいきましょう。これかもと思ったやつからもガンガン言っててください。お手つきなしです。いやでも当てて。これ最初までだったら俺これ当てないと終わる。あ、いや違ったわ。言うだけ言ってみ、しんさん。言うだけ？言うだけ。ただだから始まりの翼がめっちゃ似合う。あー残念、違います。違ったわ。お水さんは多分むずいですこの問題。俺だとむずい。貫突でなんか見た目変わる？だとしたらこの4人だけじゃなくない？いや、ナギが知らない可能性もある。貫突したら手が光るかと思ったけど。あやかだけ知ってる？それ他のキャラ知らない？そう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 、あやかだけ突飛して有名。アルハイゼンはどうなんだろうって感じなんだよね。ないような気がする。貫突してるくせに知らない。いいんですか、誰も回答しなくて。もうみんなで協力して当てるゲームになってる。それはい、はい、しんさん。貫突したらなんか飾りが増える。正解です。おー本当に。外見的特徴が変化するですね。アルハイゼンって何変わんの？なんか変わるの？アルハイゼン知ってるのに知らないんだけど。アルハイゼンはガチで分かりづらいんですけど、マントのなんかがかかるみたいな感じのことが書いてありました。今ちょっとナギちゃんやってみてよ。ちょっと見ましょう見ましょう。爆発ってスキルね。これでうろうろしよう。もうこう見ると分かりやすいな。知らなかった。で、あやともさ光ると思うんです。他誰がいたっけ。あやとも光るの？あ、そら神里兄弟はなんか光るってそうあった気がするな。そうなんだ。これは抜けてました私が。カウはどう？カウも腕が光るんじゃなかったっけ。カウはヒルのスタックが、銃撃速射のスタックが溜まると開い手が光ります。へ、使うとなかりやすい。ガチわかんねえこの問題。いやそうだから、私お水さんわからないかもって言った時に貫突効果かなってちょっと思って。そう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 。あやといないしなって思って。あやとは俺が抜けてました。でアルハイゼンはマジで知らなかった。アルハイゼンはわかんないね。
で彩香はもう言わずもがなこれですね、一番有名かな、はいはいはい、召使いか、あ、そう、召使い見たい、翼が生えます、あ、こんな感じで、ほんとだ、左肩に翼が生えます、かっこいい、え、これ知らなかったな、現状分かりやすいキャラで言うと召使い、綾香、カン、綾とアルハイゼン、もしかしたら他にいるかもしれないです、まあ、カズハの剣が光るとかそういうのは結構あるんだけど、いやでもここまで特別感があるのはなかなかいないね、え、カズハこれ、あ、そうですそうです、これ貫突なの、貫突で風を剣にまとわせてる、知らなかったこれそうなんだこういう武器とかにまとわせるとか細かいのはあるんだけど、まあ、明確に分かりやすい身体的特徴に出るのはあの5キャラあと1キャラいるかいないかぐらいかな、へー、ちょっと俺もね前から監督してるわけじゃないので知ってるキャラだけを挙げさせていただきました、なるほど、いい問題、アルハイゼン知れたし、うんうん、アルハイゼンは面白いね、あと1キャラいないかなと思っていっぱい調べたいや面白かったこれは、最後正解は、まあ、一応シンさんでいいのかないや、まあ、もうみんなよそう、みんなで言ってたもう最後はみんなで協力した1ポイントということで今回は変身あるなしクイズやっていきました、はい、ぜひ皆さん何も分かったかコメント欄で書いていただけると嬉しいです、それでは今回遊びに来ていただいたなぎちゃん先生、シンさん、お水さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、そちらから皆さんのチャンネル登録の方もよろしくお願いします、お願いします、それではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。